蓮舫、菅首相指定方針演説の原稿を漏洩し、逃亡して大炎上、立憲民主党が謝罪。本日、立憲民主党の蓮舫さんが、菅首相の演説が行われる4時間ほど前に、このように、ツイッター上に原稿を漏洩してしまいました。この問題で、与党が反発し、謝罪と、 投稿の削除を要求し、立憲民主党の吉川野党一理事が、こうしたことが発生したことは誠に申し訳ないと頭を下げ謝罪いたしました。蓮舫さん、まだにこの漏洩事件について謝罪されておらず、逃げ回ってしまっておられますが、立憲民主党では、 質問通告が漏洩したと大騒ぎしていた方もいらっしゃいましたので、蓮舫さんには、まずはこの漏洩事件について、説明責任を果たしていただき、なぜこのような事件が起こってしまったのか、国民の皆様が納得する形で説明していただくよう、お願いいたします。 以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。